でいいんじゃん。なんか開幕してる。オープラス H の大西真希です。百田由紀です。私たちは2008年から東京の日本橋浜町を拠点にパートナーの栄華志保と約20名のメンバーと一緒に設計活動をしています。オフィスは浜町の町に開かれたオフィスで、地域の方々や子どもたちも遊びに来るような環境で日々活動をしています。今回の展示のタイトルは、北全体ア・リビングホールというタイトルをつけました。このタイトルは T.S. エリオットのテキストの中から引用してきたものなんですけれども、私たちが普段建築を考えるときに建物一つをデザインすることはもちろんなんですけれども、それだけにとどまらない、例えばその土地をどのように愛してリサーチするかということであったり、その町の方々とどんな対話をするかということであったり、またどんな素材を使ってどのように作るか、あるいは設計が終わって完成した後にもどのようにその場所を皆さんと一緒に育てていくのかといった全体について考えたいなというふうに思っていることが展覧会のタイトルのきっかけになっています。今回の展覧会は、訪れる人が一つの旅を経験するように、体験してもらえるような展示を心がけました。3階はこう明るくて水平にこう、伸びていくような、空間です。そこにこれまでの、僕たちの建築の、たくさんの模型がランドスケープ的に並んでいます。4階は対比的に、どんどん中に奥にこう入っていくような、空間体験の展示になっています。そこでは建築単体だけではなくて、どういうプロセスでその建築を作ったのか、またそのできた後にどういうふうに使われているのかなど、を、展示しています。ギャラリーマンの特徴としては、3階のフロアがこう中庭と連続しているというのがあると思います。でそこで僕たちは模型台の重機が内外をこう貫くように、計画をしました。でそれらがこう一つの風景となって、見えてくる。でその、視線の一番奥に、小屋を作っています。でその小屋はの中では少し日陰の中で休憩ができたりとかっていうようなスペースになっています。3階のギャラリー1の壁には、これまで関わってきたプロジェクトとその時に出会った人々や言葉や記憶というものを手がかりにした大きな壁画を描いています。壁画というのはもちろん絵なんですけれども、それをきっかけに物語がこう紡ぎ出されるような、そうした可能性があるというふうに思っていて、例えば訪れた方々が描かれている絵を見て、これはこういうことを伝えたいんじゃないかと想像したりとか、ここはこんなことを考えて描いてるんじゃないかというふうに想像が膨らんだりとか、そういう場になったらいいなと思って描いています。3階の模型はいくつかの島に分かれて展示をしています。エントランス入ってまず初めにこう展示してあるのは、これまで僕たちが作ってきた中でも生き物を彷彿とさせるような模型を並べています。この展示台なんですけども、模型の展示台であると同時に、そのいくつかの模型のまとまりに意味を与えてもいます。例えばさっき申し上げた生き物のような建築だとか、道としての建築、
理想郷としての建築などその緩やかにそのプロジェクトを横断して探求しているテーマを示す島でもあります。それらがその風景としてこう庭のように点在してこう一つの全体を作っていくというような展示にしたいというふうに思います。中庭の小屋は円形の形をした小屋なんですけども、梁がすごい特徴的な小屋になっています。中に入ると分かるんですけれども、その梁が木材で作られているのに三次元的にこうカーブしているというのが特徴です。それは、木の塊から削り出してこの曲がった梁というものを作っています。また屋根の仕上げは枝木を集めてきてそれらを吹き上げることで作っています。展覧会のオープニングの時にはフレッシュな緑なんですけども会期が始まって紅葉が始まる頃には茶色く色づいてくるのかなというふうに思っています。そういう時間の変化も楽しんでもらえるといいなというふうに思います。4階のギャラリー2は、何か私たちの頭の中にこう入ってくるようなそういう場所になったらいいなというふうに思って作りました。入り口のところはトンネル状になっていて、その中に入っていくと、オレンジ、赤、紫というふうに徐々に色が変化していく、テキスタイルで作られた主要なプロジェクトの背景が分かるような展示と、あとさまざまなスタディ模型を集めたような場所があったり、ゆっくり時間を過ごしながら普段どんなことを考えているのかということをお伝えできるような場所になったらいいなと思っております。今回の展示はこれまでの僕たちの活動もそしてこれからの活動も感じてもらえるような展覧会になっているというふうに思います。ぜひ皆さん会場に足を運んでください。建築の仕事をされている方や学んでおられる方はもちろんですけれども、普段建築に関わっていない方だったりお子さんでも楽しい展示になっていると思いますので、ぜひ皆さん展示を見にいらしてください。お待ちしています。この本のタイトルは愛される建築を目指してとなります。愛される建築を目指すということは、私たちが建築を学び始めてから長きにわたってずっと考え続けてきたテーマとなります。そのテーマがこの本のタイトルそのものとなっています。この本の中にはこれまで僕たちが手掛けてきた建築のうち15個のプロジェクトを掲載しています。その他にも原田優馬さんがこの本のために取り下ろしてくださった写真も掲載しています。二重螺旋の家、そしてグッドジョブセンターコパルの竣工後の使われた様子もが分かる写真が掲載されています。それに加えて日々の事務所の様子ですとか、あと事務所で行っている浜町リベラルアーツについても掲載しています。またこの本の巻頭には2人でそれぞれ書いた論考が掲載されています。また伊藤豊さん、西澤龍英さんにもご寄稿いただいた論文も掲載していますので、ぜひ読んでいただけると嬉しいです。この本は大阪の編集事務所ムエスムとデザイン事務所 UMA デザインファーム、そして TOTO出版の皆さんと一緒に作りました。ムエスムと UMA デザインファームとはこれまでさまざまなプロジェクトで共同してきたチームなので、このチームだからこそ作ることのできる建築の背後に込められた思いまで伝えられる本になったのではないかというふうに思っています。
この本は表紙はコパルの竣工後2年経った写真が使われているんですけれども、この表紙の紙を取ると内側には二重らせんの家の13年経った後の写真が使われていて、2つの表紙の表情というものを楽しむことができるような作りになっています。私たちのこのようなまとまった作品集が出るのは初めての機会なので、ぜひ皆さん手に取ってみてください。よろしくお願いいたします。